神宮球場2月の7月の27日の戦いは日大三高対桜美林学園の戦いです。今1回の表裏を終わりまして2回に入りました。日大三高の攻撃です。1対0で日大三高がリードしています。私は日大三高側の方に今日も入っています。昨日は雨で順延となりました。軽く当てた。セカンドが取りました。ワンアウト。でしたが、クアウトになりました。日大三高2人とも内野へのあたりでどちらもツーアウトになりました。さっきは、こうした状況で、3番打者がホームランを打って全体の雰囲気をガラッと変えたところでした。今日の試合、日大三高またどんな攻めを展開してくれるでしょう。日大三高はブラスバンドの皆さんが来ておりますが、ちょっとそうした楽器の音が聞こえないのでちょっと様子が不思議だなと、さっき吹奏楽部の小室先生にもお会いしましたが、そうしたことがちょっと不思議、後で尋ねてみたいと思います。スタッフも派遣どこちゃんねねるスタッフもです。7月の27日、昨日の準々決勝が雨で流れまして、今日4試合が行われます。神宮球場です。西東京大会です。スリーボールワンストライク、一球見ました。ボール、フォアボールです。ツーアウトになったところでまた選手が出ました。吹奏楽は入らないやつです。桜美林高校も優秀な吹奏楽部がありますが、向こうからもそういえばさっき聞こえてこなかったんで、今回吹奏楽入ってないの演奏はないような感じです。ちょっと不思議な光景です。コロナ期ということもなんか影響してるのかもしれません。先生球、抜けた、落ちた。セカンドに走ります。サードまで走っていくようです。サードまで走りました。難なくサードに行きました。エラーが出たところで、すかさず一塁ランナーが三塁まで走っていきました。みんな走りでした。日大
ター三高2回の表の攻撃です。ツーアウトですがランナーが三塁まで行きました。フォアボールランナーが三塁に行ってます。ワンボールです。ツーボール。チャンスが来てます。また三塁高です。どうしたんですか。今ので3ボールになったんですかね。三塁高の攻撃です。スリーボールワンストライク。今日は明日市内にあります私立学校同士の強豪同士の対決が準々決勝で行われます。久井三高対オブリン高校です。オブリン高校も甲子園に何度も行ってますし全国制覇もしたことがある学校です。久井三高はもちろんそうした体験を何回もしてきてます。フォアボールです。来てないということでフォアボールになりました。ツーストライクですが三塁一塁となっています。で一番バッターに戻ってきました。さあチャンスが来てますので、シャワーター頑張ってもらいたいと思います。しかしツーアウトです。フォアボールのランナーです。フォアボールとエラーで一塁ランナーが三塁に進んでそして次のバッターもまたフォアボールになったところです。で一番バッターに戻ってきてます。ワンボールツーワンストライク。ちょっと低かったんでしょうか。ちょっと上げたんでこれは入っていくのか。あ、落ちました。三塁側方向に落ちました。ちょっと力のないバッティングでした。最初はまた頑張ってもらいたいと思います。藤巻くんです。再三考です。第3校らしいここで得点を出てもらいたいと思います。ああちょっとなんか力のないバッティングが続いてます。シャキッといってもらいたいと思います。ああなんか力のある振りでした。スリーアウトになりました。2回の表、2回3校無得点に終わりました。